久保さん。今回は僕はチキンやろうです。にしましょうか。はい。まあ、ペーペー運用ね、先月僕や、や、動画のネタでや、やろうみたいなの言ってて、久保さんがすぐやったんですけど、僕まだやってないですよね。で、今月もう締め日を決めて5月31日から運用しようって決めたんですけど、あのー、僕ね、結構チキンなんですよね。で、特に今余剰資金がないっていうのがあって、 あの、余剰資金で、まあ、福利、えー、福利っていうか、なんだあ、金利はやるべきだと僕は思っているので。だけど、なんで、あのー、なんだ、あ今回、決定したのかっていうと、まあ、自動車税なんですよね。自動車税をペ a ペ p で払った瞬間、あの、まず高えなと。3台分14万くらい。 毎月14万かみたいな。まあ、毎年14万来んのかみたいな <laughs>。高えなと。これなんとかできないかなと。これ PayPay ペペ運用すればいいんじゃないと。運用益で、あのー、これ賄えれば、めっちゃ、これじゃあ4台持っても5台持ってもこれうまくいけばみたいな。てか、道筋が僕はできたんですよね。もちろんその一番最初に言った動画のネタにもなるっちゃなるんで、それは、その目的はあるんですけど、最終決ですよね。目的。 あの、これ運用益どうすんのって話で、運用益を何に使うのか。まあ、さっきの動画でも、お金をどう使うのかっていう、稼いだ後、何にそれを使うのか。それが、目的が明確になった瞬間に、まあ、g になったんですね。で、しかも、あの、まあ、動画のね、もちろんネタにもなるし、ってことで。うん。で、あとは僕は、あの、全部、本人、商人もこの前して、 通ってあとは、その僕はジャパネット銀行を持ってたんで、ジャパネット銀行はペイペイ銀行に変わって、で、まあ今考えてるのが、これなんですよね。あのペイペイを、ペイペイ運用をマイスターになって、このペイ運用益で転売のそのお金に変える。要はペイペイで増えたお金をペ a ペイ銀行に出金して、でそのお金でまあ仕入れる。 もしくは、ソフトバンクユーザーとかだったら、あのペイペイ、PayPay で増えたお金を PayPay ペイペイとして Yahoo ショッピングで使って、で、またお金が戻ってくる。で、物も仕入れられる。で、それで転売していくっていう。この、なんだ、あの、なんだ、電子マネー転売みたいな、久保さん。 これあよくないですか電子マネー転売みたいな <laughs>。絶対ほとんどノーリスクになってくんじゃないかなと思うんですよね。多分電子マネー転売って僕いいんじゃないかなと思うんですよね。でこの前僕カメラ転売の対談、音声対談を取ったんですけど、まあ、カメラ転売って儲かるんですけど、あのやっぱねあの、そこの仕入れのお金どうするのかっていうところがやっぱ問題なんですよ。 それを電子マネー転売ってすごくいいんじゃないかなっていう <laughs>。だからい、いでもこの電子マネー転売に関しては、この数年だと思うんですね。多分10年後はちょっと使えな、うまみがなくなっていくんじゃないかなと。ただ、今その PayPay 運用が、PayPay の利用者がね、これね、面白いんですけど、PayPay の利用者が今1000万人を超えてると思うんですけど、PayPay 利用者。 ペイペイあ、2700万人ですね。PayPay ペペの登録者数が2700万人いて、運用しているのがまだ300万人なんですよ。もう一度言いますね。2700万人と、あ、じゃ二2021年時点で、これすみません。2021年3月末時点で3800万人います。3800万人、2021年3月末でいて、一応その PayPay ペペで見ると、運用している人が300万,300万人いますみたいな触れ込みが出てるんですね。 この割合が、開きがすごいまだあるんですよ。なんかこれすげえチャンスだなと思って <laughs>。で、さらに言うと、僕は後出しじゃんけんでチキン野郎なんで、久保さんの運用益もさっき見てね、これこれ、これあれだな、みたいな。<laughs> 税金払えそうだな、みたいなね。<laughs> そう。もう完全確実に GO ですね。うん。 でもこれ5年後10年後だったら多分多分ペイペイで運用する人が1000万人になってた時に多分まあ旨みがなくなってくるんじゃないかなとは思いますけどねうんまあでもこのまま新規の増加があのペイペイの利用者が1億人まで行くっていう仮に仮定した場合はまだまあ旨みあるかもしれないですねうん多分ねおそらくまあ時代の世代間の交代だと思うんですけど うん、まあ、あと、ペイペイの、まあ、ソフトバンクグループの、やっぱ営業力が強いので、うん、ほとんどペイペイが使えるようになるってなってくると、多分利用者ももっと増えるだろうし、まだ伸びしろあるんじゃないかなと思いますね。でこのデータによると、2020年3月末時点で2700万人。で、2021年3月末時点、要は1年で約1000万増加してると。で、日本のキャパシティが、 ま、1億人ぐらいじゃないですか。1億何千万って言われてますけど。だからまだ伸びしろありますよね。何千万人か。で、あとは運用も、運用してる人も少ないので、これまだいけますね。まだ取れる <laughs>。だから今、今僕はね、結構チャンスかなっていう。だ去年って PayPay ペペ自動車税ありましたっけ久保さん。去年 PayPay ペペ自動車税入,れ入ってたかな多分入ってないような気がするんですけど。だからやっぱ自動車税でかいですね。 本当に。それが PayPay ペペできるって、しかもすげえクソ簡単だったんで、うん、これだなっていう。うん。で、本当本当数秒で決済終わりですから、クソ早かったっすよ。超簡単だな、みたいな。うん。だから、じ、あの、今考えてるのが、私生活、まあ、ほとんど、まあ、Yahoo ショッピング使えば、まあペ、PayPay もちろん使えるので、 今考えてるのが全部自分の,あの私生活私生活でまあもちろん現金しか使えないところもまだ未だあるのでしょうがないんですけど、まあ、そのほぼ私生活だから7割8割強を全部ペイペイに変えちゃうっていうでそうするともう多分ね結構その電子マネー生活というかそれの電子マネー福利生活みたいなね今だったらすげえできんじゃないかなと思いますね うん、まあ乗っかりますね、ここは。しっかりと。<laughs> まだ伸びしろありますしね。あとや、また、まあ現金も取り出せるので、その PayPay ペペ銀行に出金もできるわけじゃないですか。だから、電子マネーから、まあ現金化現金に、まあ、あできるし、これだから中心を電子マネーにした方が、もう間違いなく僕はいいと思いますね。だから、あのー、本当ね、未だにやっぱ年配の方とか、コンビニ行くとね、まあ、久保さん前言ってましたけど、 あの僕、コンビニはほぼ、てかコンビニ100%ですね。今、コンビニ100%ペイペイなんですよ。100%ですね。でも、いまだにコンビニでね、現金使ってる人いて、なんか1円とか2円とか、財布からね、こう出して、こうやってるんですよ。で、こうこ,こに対して、なんだ、お金を支払うっていう作業に対して、まあ、えー、人生の時間、例えば1分くらい使ってるわけですよ。僕だったら数十秒なんですよね。 で、時間って限られてるわけじゃないですか。だから、お金を使うという、この時間の行為ですら、現金を使ってる人と、えー、なんだ、電子マネーを使ってる人では差が出るし、じゃあ、これ積み上げていくと、もう全然違う時間になっていくわけじゃないですか。うん。だから、もう電子マネーだと、ピッて終了ですからね。で、小銭、あの、だ1万円札払うと、今度、その小銭が返ってくるから、小銭を財布に入れるとかね。なんか、そのし、財布を出して、財布に小銭入れるとそういう時間労力もかかるし、 だからやっぱね、時代、良い、いい時代になりましたね、久保さんね <laughs>。でもこれにやっぱね、あの、チキン野郎でもいいと思うんですけど、やっぱその、うーんちゃんと時代に乗っかるっていうことが大事だと思いますよ。本当に <laughs>。ここだっていう見極めポイントですね。ここだと。だ僕も見極め、完全なる見極めポイントが、まあ、今回は自動車税で,でしたけどね。うん、これだと。うん だからまあ今月5月31日、僕の場合はあの考えてるのは、ペ a ペイボーナスで入ってくるやつは自分のお金を、まあ、久保さんも前言ってましたけど、その入ってきたお金は買い物で回していく。うん。ペか点、ペーペーステップがあって、それクリアしてると1.5%くるし、うん、<laughs> 確実に1.5%。だから、運用は確実ではないんですよ。 だけど、買い物は確実なんですよ。1.5%、あの、ステップ、マックスクリアすると1.5%が来るんで。だから、あの、ペイペイボーナスが来たやつに関しては、その、また買い物をして、またそこの福利というかね、その、チャージ、戻ってくるやつを回して、で、5万円はじ、じ、じ、地ばねじ、じ、自分の金を入れるっていう。でもその5万円も、クレジットカードの限度額で25万まで僕が入れられるようになったんで、<laughs> キャッシュがない。 今、現金がなくても、クレジットカードって1ヶ月ぐらいのキャッシュフローなんで、クレジットカードで、えー、10万円ぐらいチャージして、で、で、そのクレジットカードのチャージ分っていうのは、10万円っていうのは来月の請求書なんですよね <laughs>。そう。で、それで5万円、5万円、5万円入れて、ね。で、見てっていう、じやろうかなと。これはちょっと楽しいですね。 しかも FX と違って別に何もチャート見ることないので、これ楽やなと <laughs>。ねえ、久保さんね。チャートとか、なんかあれじゃないですか。別になんか、FX 取っちゃいますもんね <laughs>。ただ入れるだけで勝手に運用してくれるんでしょやってないんでまだあれですけど。うん。そう。いや、ちょっと今年面白いっすねペ。PayPay ペ運用。ちょっと僕40歳から FX やろうと思ってたんですけど、PayPay ペペ運用マイスターになろうかなっていう、本当に。 これね、隙間めちゃめちゃ今まだありますよで。本当にこれで転売とかやれば、本当にまあ結構ボロ儲けなんじゃないかなと思い電子マネー転売ってこれ新しく売れんじゃないかなと思いますけどね。今だけですけど。うん、うん。そう。しかもね、だって電子マネー転売すると絶対その仕入れ金額があれ、あの、なんだ 10, 10万を超えると0.5%加算されて、ペ a ペ p で毎月の決済が10万超えると0.5%加算されて、で、50回ぐらいペ a ペ p を使うと、またそれ0.5%加算されて、ソフトバンクユーザー、ヤフープレミアムとかだったらまた0.5%加算されるので、これもう、これ転売で使ったらもうほぼ毎月絶対1.5%の、ーのなんだ、金利が確定しているっていうね <laughs>。これ良くないですか、久保さん <laughs>。 うんこれすごいっすよね。うん。そう。でも、まあ、時々、あとキャンペーンもやってくれるしね、ペイペイさんは。たぶん、またなんか、あのー、3000、今3800万人なんで、5000万人突破しましたとかね、4000万人突破したら、100億円キャンペーンとかまたやるかもしれないし。うん。 そう。ペイペイジャンボとかワクワクペイとか。なんかま、また絶対キャンペーン100%やりますからね。100%やる。そう。だからそのキャンペーンの時にもう買い占めてもいいだろうしね。<laughs> いや、だから今やっぱね、ここをね、やっぱね、使うっていうの超大事ですね、郷さんね。ここを使うっていうのが。うん。だから僕は仮想通貨はやらないですけど、だから仮想通貨やらないのもチキン野郎なんで、うん。 やっぱね仮想通貨、コンビニで使えるようにはなるのが相当後だと思うんでう、でもやっぱ目の前でね、普段使ってるコンビニでね、どこかしこもね、ローソンもファミマもセブンもね、しかもセブンの場合はもうアプリと統合してるのに、それでも使わないんですよ。 これやばないですか逆に言うと。ここまで目に見えるね。目に見える、仮想通貨の場合は目に見えない部分たくさんあって、上がんのか下がんのかわかんないですけど、ここまで現実的に目に見えてもまだ現金使うっていうのが、僕はちょっとわかんないですね、考え方が。だから考え方がアップデートされてないんじゃないかなと思うんですよね。本当に。うん、チキン野郎でも僕は使って、使う、あの、決めてるので、 みんな怖いと思うんですけど <laughs>、うん。いや、こう、ペイペイ転売はいいんじゃないですか。電子マネー転売。まあ、もうやってる人、普通にいると思いますけどね。うん、いや、これはまだうまみが取れますね。うん。そう。うん、だこう今月は僕は、p a y p a ステップ全部クリアしてるので、来月は1.5%確定ですね。 うんまあ、全部の本当にそのあ買い物だから僕はあとタバコ買うのでタバコも PayPay の回ペペ数あの <laughs> 50回いくためにあの買い占めないっていうねだからそのジュース1本 PayPay ペペで買って1回払いっていうその <laughs> 調整こういうことだったですけどタバコ1箱だけ買って PayPay ペペで使って1回分をこう加算していくっていう <laughs>。 そう。だから、1 0万、あ十万円買っても1回だし、100円買っても1回なんで、あれ。<laughs> そう。<laughs> だから <laughs>、ペーペーで、ぶっちゃけその、なんだ、30円とかのね、ガム買っても1回になるので <laughs>、チョコとかね。うん。あれ、いいですよね。うん。ありがたい。だってそれ、それだけで0.5%加算されるんですよ。銀行の金利、どうっすか 銀行の金利に比べたらマジめちゃくちゃいいんじゃないですか本当に <laughs> 銀行の金利を意図的に上げられないですよね。あでも、ペイペイは上げられるんですよ。ガム買えば。<laughs> ね、別に、まあ、不必要なのか無理やり買う必要はないですけど、ちょっとしたまあ,あのそのそ刻,刻むだけでね、自分で金利上げられるので、これはね、すごいことだと思いますけどね。うん はいということでいってらっしゃい。